皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も、再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから930日となりました。まずは全般的な事柄です。ウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は、兵士1380名、戦車1両、装甲戦闘車19両、砲50門、ドローン36機、その他車両72両、となっています。兵士の損失が連日1000人を優に超えていることについて、ロシアメディアのアイストリによると、今年上半期の志願兵の契約数は16万6200人で、月当たりに直せば2万7700人。これに、クルスクの損失も含めると、まだ採用者数とほぼ同数の損失が続いていると考えられます。戦線全体では、1日で、164回の地上戦の報告がありました。そして、視覚的に確認できるウクライナ軍の装備の損失数とロシア軍の損失数の比率は1対 1.6 で、ウクライナ側の損失数に比べ、ロシア側はその 1.6 倍になります。ロシア側の損失はオートバイ、自動車、軍用トラックが多く、装甲車両の代わりに民生用の車両を積極的に使っている傾向があります。反対にウクライナ側はピックアップ、歩兵戦闘車、戦車が目立ちます。ウクライナ情勢に関するニュースを厳選して簡単にお伝えします。今日は一つお送りします。1番目、ロシアエネルギー省のセルゲイ・ツビレフ大臣は、ロシアの電力インフラは枯渇したと述べ、ロシアはこの冬エネルギー危機に瀕していることを認めました。タス通信のインタビューによると、大臣は設備の近代化と維持のための資金がなく、ソ連時代のインフラも使い果たした。例えば、極東地域では多数の火力発電所が点検や修理もできず稼働し続けている。電力の余力がないまま寒い季節を迎えることになり、故障や事故を覚悟する必要があるとエネルギー不足に陥る可能性が高いことを説明しました。そのため、ロシアでは今月中に緊急対応訓練を行い、エネルギーの途絶に備えると発表しました。ロシアのエネルギー専門家によると、ロシアでは電力網の 70% で物理的劣化が観測され、このまま行くと首都モスクワでも数年後にエネルギー危機が訪れ、2030年までに 1.6 ギガワット、2042年までに 4.2 ギガワットの電力が不足するとのことです。それでは各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと日付とともに追いかけることができます。YouTube で説明するにあたり、森の妖精、ルシアン軍、ルジアンなどいくつかの表現は最適化してお送りしていますのでご了承ください。北東部クルスク方面、ハルキウ方面。8月6日にウクライナ軍がクルスクに侵攻してから33日となりました。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最低気温14度、最高気温27度。今日の天気予報は晴れとなっています。ルジアンの情報筋によると、10の町で地上戦の報告があり、そのうちスジャの南東10キロにあるウラノクでは、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍がウラノクの西に前進し、ウクライナ軍の森の妖精が現れて撃退されました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第80機械化旅団が撮影したもので、地図で示した境界森林で魔法の粉を振りかけている様子となっています。この陣地は、
9月に入り、ウクライナ軍が占領しているとしてきましたが、ロシア軍が確保している可能性があり、その一部を係争地に戦況図を更新しました。それ以外については、戦況図に影響のある情報はありませんでした。ハルキウ方面、リプツィ、ボフチャンスクの戦況についてお伝えします。この方面で、ルジアンは、ボフチャンスク周辺で5回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退して、戦況図に変化はありませんでした。この方面で、ロシア軍は、攻撃作戦を再開しようと戦力を蓄積していますが、攻撃は損害が増えるだけに終わり、ロシア軍の第79自動車化ライフル連隊は命令を拒否したと伝えられています。北東部ルハンスク州方面、東部チャシフヤール方面、クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で15回、スバトベクレミンナ戦で12回、シベルスク周辺で10回、チャシフヤール周辺も10回、トレツクの方向に24回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では、ロシア軍はわずかずつ前進しています。ピシチャネの西では、ロシア軍はオスキル川に向けて前進を続けていますが、位置情報付きの映像によると地図で示した場所で、ルジアンが南から森林地帯を回り込んで前進し、ウクライナ軍が装甲車両で掃討しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の国家警備旅団のもので、目の前に広がる小麦畑と森林の様子となっていて、この場所がロシア軍の最前線となっていることがわかります。係争地内の出来事ですので、戦況図に変更はありません。スバトベクレミンナ戦。マキーウカでは、ロシア軍は集落の占領を目指して、ゼレベツ川を越えて攻勢を仕掛けています。川を突破すれば、防御線らしきものがなく、ウクライナ軍はここで踏みとどまれるかどうかが焦点となります。位置情報付きの映像によると、ルジアンはゼレベツ川を渡り、西側の集落に浸透し、ウクライナ軍がドローンで排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第40砲兵旅団のもので、地図の場所で一人で歩いているルジアンの様子となっています。戦況図では、川の西側の集落まで、係争地の拡大として戦況図を更新しました。シベルスク周辺、ビロホリフカでは、ロシア軍は、地図で示した取水口の施設を目指して、歩兵による前進で浸透を図っています。ロシア軍は、小規模な歩兵で前進し、ウクライナ軍がドローンで監視して、サーモバリック爆弾で追い払いました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第81エアモバイル旅団のもので、地図で示した場所の様子となっています。こちらも、戦況図に変更はありません。チャシフヤール方面。この方面では、ウクライナ軍に撃退されて最近下火だったロシア軍の活動が再び活発化し、カリニフカからゾフトネビの間の森林地帯で、歩兵による突破の試みが行われるようになりました。そのうち、カリニフカの西では、ロシア軍は前進し、運河を越えて地図で示したコンクリートの建物に取り付きました。ウクライナ軍は、砲撃で応戦し、撃退されたものと考えられます。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第21機械化旅団のもので、地図で示した学校の建物の様子となっています。戦況図では、この場所まで、係争地の拡大として戦況図を更新しました。トレツク方面。ニューヨークでは、ウクライナ軍が奪還した場所に、再びルジアンが入り込み、地図の場所で旗を立てて占領を主張しました。ご覧いただいているのは、地図で示した場所で、ルシアン兵が旗を立てているところですが、ドローンも準備して撮影を行っている様子が確認できます。戦況図に変更はなく、この場所は、一家にウクライナ軍が奪還したところですが、奪還した地域の紹介までは手が回っていないのかもしれません。
南東部ドネツク州ポクロフスク、クラホフブレミフカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンはポクロフスク方面で39回、クラホフ方面では30回、ブレミフカ方面で4回攻撃を行いました。テレグラムチャンネルのクレムリンのタバコによると、この方面ではルシアン軍の正規軍とドネツク人民共和国 DPR の兵士の間で銃撃戦が発生し、9人が地獄に召された情報がありました。その後 DPR の兵士7人が突撃の命令を拒否し、憲兵隊に撃たれた3人が地獄に召され、4人が逃亡しました。さらにこれに刺激を受けた DPR の兵士が蜂起し、ルシアン軍の将校1名、兵士6人がさらに地獄に召されたとのことです。 DPR の兵士たちは自分たちが肉弾戦に派遣されている状況を心よく思っておらず、ルシアンの正規兵のことを指してアルコール中毒者は出ていけと叫んだりしていて、両者の関係が悪化している模様です。ポクロフスク方面、この方面ではミハイリフカで激戦となっています。1番目、まず北の正面にあるフロジフカでは、おとといの動画で市街戦となっていることをお伝えしましたが、その後複数の情報を総合するとルシアン軍が市街地で前進していることが分かりましたので、フロジフカの市街地と南側郊外を係争地からルシアン軍が占領したとして戦況図を更新しました。面積は5平方キロほどになります。2番目、ミハイリフカではルジアンはこの方面に兵力を集中させて24時間正面突撃を行っています。位置情報付きの映像によると、ルシアン兵は次から次から兵士が突撃し、線路まで到達し、北に回り込んでセリドベに前進を試みるものが出てきました。ウクライナ軍も増援部隊を投入してここ数日反撃してきましたが、ルジアンはそれ以上に兵力を集中させ激戦となっています。ご覧いただいているのは地図で示した場所にいるルジアンの様子を観察しているところとなっています。戦況図に変更はありません。クラホフブレミフカ方面、この方面でもルシアン軍は歩兵による前進を行っています。1番目、ボジャネではルシアン軍はドローンでボジャネ後方の鉱山に攻撃を行っていて、ウクライナ軍はすでにボジャネの集落からこの炭鉱に下がった可能性があります。ルジアン軍はその隙にボジャネまでの間合いを詰め、南側の住宅地に入り込みました。その範囲を係争地からルシアン軍が占領したとして戦況図を更新しました。2番目、ブフレダールの鉱山ではルジアンが鉄道の駅に旗を掲げ占領を主張しました。ご覧いただいているのは地図で示した場所の様子となっています。その範囲を係争地とウクライナ軍の支配地から一部ルシアン軍が占領したとして戦況図を更新しました。ここまでで新たな占領地の面積は11平方キロほどになります。2番目、プレチスティフカとノボマイオルスクの間の郊外では、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍がドローンでウクライナ軍を追いかけているところが確認され、ウクライナ軍がこの場所から撤退しています。地上戦がゾロタニバで始まれば、この場所が取り残される危険があるものと考えられます。ご覧いただいているのはルシアン軍のもので、地図で示した場所の様子となっています。その範囲を係争地からルシアン軍が占領したとして戦況図を更新しました。面積は3平方キロほどになります。後方地域。今日はブリャンスクの市街地の南で爆発があったとの報告があります。地元当局はドローンによる攻撃であると述べています。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州、この方面でルシアン軍はザポリージャ方面で2回、ドニプロ川付近で不特定の回数の攻撃を行いましたが、戦況図に影響のある情報はありませんでした。
は以上です。戦況の分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、視聴者様にお願いがあります。このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。普段は、このチャンネルで発信していますが、何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせすることがあるかもしれませんので、ぜひ、どれか、一つでも、チャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。